チョコレートの旅最終回フランス編パート2パリ編。今回は花の都パリでどんなスイーツに出会えるだろうか。と思います。おお、リンゴのムースなのかな。結構しっかり引きつけてるのかな。ルイヴィトンの前だ。日本のキャラクターでなんかありそうだね。昔の大専門が見えてます。はい、こんな感じでございます。ヌガティンですね。色が違いました。ラズベリーの、あ、チョコミントあんのか。マルバンだ、これ。カリカリした食感もあってすごく甘くて美味しいです。登り道の途中には広場があって多くの人の憩いの場となっていた。美味しそう。